ロックアンダーグラウンドは2019年のアメリカ合衆国のアクション映画である。監督はマイケル・ベイが務める。主演はライアン・レイノルズであり、メラニー・ロラン、マヌエル・ガルシア・ルルフォ、アドリア・アルホナ、コーリー・ホーキンズ、ベン・ハーディラが共演する。ネットフリックスオリジナル映画として全世界で配信された。中央アジアの国家。 トゥルギスタンでの独裁者による過酷な政治を目にした4年後、ネオジム磁石で財を成したアメリカの億万長者は自分の死を偽装して政府が手を出せない犯罪者やテロリストを倒すために自警団の部隊を編成する。1と名乗り、過去を捨ててゴーストとなる5人を見つけてチームに加える。2はスパイ、3はヒットマン、4はパルクールの達人の盗賊、5はドクター、 シックスはドライバーである。フィレンツェでの最初の作戦で、チームは、トゥルギスタンの4人の将軍の弁護士を殺すが、マフィアと警察に追跡されて、シックスは死ぬ。数日後、ワンは元デルタフォースの狙撃手でサバイバーズギルトに、苦しむブレインを採用し、セブンとする。ワンは、トゥルギスタンの独裁者のロバクアリを、クーデターで倒し、その弟で獄中のムラットを代わり、 政権につけようと計画する。ゴーストになる前、CIA 局員だった2が、ムラットを捕らえて、ロバクに引き渡したことが明らかになる。チームは、ラスベガスでロバクの将軍たちを暗殺し、次に、香港で、ムラットを救出する。4は、危機に陥り、1の意志に反して、セブンが救う。仲間を見捨てることを厭わない、1のやり方をめぐって、 ワンとセブンは抗論となり、ゴーストたちは匿名のルールを破って本名を教え合う。トゥルギスタンでチームはロバクの演説を放送中のテレビ局をハッキングして、ムラットの声を国民に聞かせる。国民がムラットに呼うして放棄する中、連続爆発が起きてロバクはヨットに逃げ、ムラットが宮殿を抑える。ゴーストはヨットを襲い、 ワンは強力な磁石で警備を無力化する。フォーが危機に落ちて、ワンは、ロバクを見過ごす。ロバクは、ヘリコプターで逃げるが、中には、チームと、ムラットが乗り込んでおり、ロバクは、自らの圧政から逃れた難民たちの中に、放り出される。ムラットは、トゥルギスタンの新しい大統領となり、ゴーストは、再び必要とされる時まで、別の道を行く。ツーと、3、ーと、 ファイブはそれぞれ親しい関係となる。ワンはニューヨークに旅して息子に会う。ッコ内は日本語吹き替え字幕翻訳、田中武人制作、グロビジアミンク演出、安江誠吹き替え翻訳、野口孝子収録、小山雄一郎進行、谷山大輝2018年の9月のフィレンツェでの撮影風景。2018年3月7日、マイケル・ベイが レッドリーストポール・ワーニックが脚本を書いたアクションスリラー映画、ロック・アンダーグラウンドを監督し、デビット・エリソン、ダナ・ゴールドバーグ、ドングレンジャーがスカイダンスメディアの下で制作を務めることが発表された。2018年5月、ネットフリックスが本作を配給し、ライアン・レイノルズが主演を務め、レイノルズ主演の新しいアクション映画シリーズとして展開する構想があると報じられた。 2018年7月、デーブ・フランコ、マヌエル・ガルシアル・ルフォ、アドリア・アルホナ、コーリー・ホーキンズ、ベン・ハーディ、リオール・ラズがキャストに加わった。2018年8月、メラニー・ロランとペーマン・マーディがキャストに加わった。主要な撮影は、アメリカ、イタリア、アラブ首長国連邦で2018年7月30日に始まり、2018年12月5日に終了した。 本作は2019年12月10日にニューヨーク市の試写会で公開された後、全世界で2019年12月13日にネットフリックスでストリーミング配信が開始された。ありがとうございます。